バスターコールの砲撃が激しさを増し、海軍の増援も押し寄せる中、絶体絶命の一味を助けたのはもう一人の仲間だった。迎えに来たよ、メリー。ゴーイングメリー号に乗り無事帰還を果たした一味だが、すでに限界を迎えていたゴーイングメリー号はその直後に大破してしまう。なんとか修理してくれと頼むルフィをアイスバーグは諭す。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。アイスバーグの言葉を受け入れ、ゴーイングメリー号の最後を静かに見届ける一味。ルフィたちはゴーイングメリー号との数々の冒険を思い出す。ゴーイングメリー号か、いい船だな。行くぞ、グランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。そして再び不思議な声が響き渡る。ごめんね、もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね、ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ、帆も破ったことあるしよ、ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。海賊船ゴーイングメリー号は一味への感謝とともに海底へと沈んでいった。